どうも、スリーセブンです。年末ということで大掃除してました。そんでいろいろ出てきたんですよ。プロ野球チップスのカードのこのホルダー、もう6冊分一気に出てきたんで。ここはもう全部高橋由伸だけですね。見ようか。あ、これ松井ですね。これ上原もこうガルベス。懐かしいですね。イチローですよ、これ。あとから1年だけピッチャーをやった時の新庄のキラーカード。この6冊分、今度売りに行きます。さあ、果たして一体いくらになるのか。そのカードに詳しい人コメントください。あの、こうなりますよとか、こういうのが、高く売られますよとかいうのできたらコメントください。じゃあチャンネル登録よろしくお願いします。Thank you.